そういう人の前で、まあ、自分の経験を話してみないかという機会があのお話をいただいたんで、まあ、それなら、まあ、やった方があの勉強した方がいいんじゃないかなと思って、我流でこう物事をやっているとなかなかこう人に伝わらなかったりとか、ストーリーがちゃんとなかったりとか、何をこうどう組み立てて話してみればいいのかっていうのが分からなかったので、あの非常になんかこうその道筋をちゃんと作ってくれて一緒に作っていく感があったので、あの非常に良かったと思います。自分だとこういやいや棒読みにこう言うんですけど、人が聞いたら本当はこう思うんだよっていうのを客観的にあの教えていただいたんで、非常に良かった。もともと持ってるもんですけど、それをプロに見てもらったことですごくその自分の言葉になったっていうんですね。人の喋る前での自分のスキルアップのためにあの受講してもいいんじゃないかなと思ってます。